こんにちは。個性的な物件をご紹介する、ゆっくり不動産です。サムネを見て、やってんなぁ、と思った皆様。はい。やりました。流行りにあやかろうなんて、横島な考えは決してありまくるわけですが、物件資料を見ていて、またまたびっくりな間取りを見つけてしまったので、いても立ってもいられず、内見にやってきました。こちら、目黒区の都立大学駅から徒歩10分圏内の、いわゆる高級住宅街です。周りは一方通行の道路だらけで、車で来ると、部外者は迷子になってしまうような道路構造も、高級エリア感を醸し出しています。というわけで、着きました。あまり見かけないモスグリーン、長い壁。かっこいいです。道路からは小ぶりに見えますが、奥行きが長い家なので、実際には110平米もあるようです。そして、もう一つ特徴的なのは、実はこう見えて、築40年近く経っているんです。そう。今回はフルリノベーションされた物件です。ビフォーの写真も最後に紹介しているので、お楽しみに。早速入ってみましょう。おーおー。なんか奥に長い。階段の吹き抜けと天井にスリットが入っている効果で玄関明るいです。この階段下のスペースは何に使いましょう？ロードバイクとか置いてるとかっこよさそう。コンセントもあっていいですね。こちらは、トイレです。フルリノベーションということで、設備も内装も窓も新築同様ですね。なんじゃこりゃあ。奥行きが無限に続いているような感覚。これはどこかで見たことあるような、和室で将軍様が奥の部屋にいる感じのイメージ、今風に言えば無限城だけど洋風デザインでこの感じは初めて見ました。これが現代風の無限城ですか。洋風だからアンリミテッドキャッスルですか。ここはキッチンがあるのでダイニングスペースでしょうか。床下収納らしきものが。収納じゃないの？見てはいけないものを見てしまった気がして、すぐに閉めましたが、編集していて。いや、これもう一つ蓋みたいなの開けたら、実は収納なのでは？とも思ったりしました。設備に疎いので、毎回こういう失態をやらかすのが、ゆっくり不動産です。冷蔵庫置き場らしき場所になんかある。のは見なかったことにして。こちらはシンクだけアイランドキッチンのスタイル。オリジナルっぽいキッチン造作ですね。コンロは壁側にあります。シンクだけアイランドでコンロが壁側というキッチン、たまに見ますが、どうなんでしょう。アイランドにしたいけど、油や匂いが部屋に飛び散るのは嫌だなぁという方には良さそうですね。この家具レイアウトでは、二つ目のブロックにまたがってダイニングテーブルを置いてますね。ちなみに、この一つのブロックで 7.5 畳だそうです。門のようになっている壁は構造上必要なものだそうで、リノベーションならではの特徴でしょうか。この壁邪魔だなぁ、と思ったりもしますが、用途に応じてカーテンで仕切ってみたり、しっかり引き戸を設置してみたり、柔軟に部屋の使い方を変えることができそうです。天井からの垂れ壁がないと、天井がデコボコしてるので、間仕切りを設置しにくいんですよね。こちらが三つ目のブロックです。ここは家具がありませんね。すでに部屋マットやん。部屋が余るほどの広さがあるということは伝わるでしょうか。カスタマイズの余白を残した物件ということで、妄想しがいがあります。どんな使い方が良さそうでしょう？ぜひコメント欄で教えてください。さあ、いよいよ一番奥の将軍様のお部屋。ではなくリビングです。将軍様を意識してか、一段上がってます。
待って、庭がめちゃくちゃ素敵ばい。しかも、庭の奥にまで門の形の壁がある。巨大なテレビモニターを壁につけて映画鑑賞したくなるソファーとの距離感。玄関側を振り返るとこんな感じ。ゲームで言うと、将軍様竜モード。テラスにも出てみましょう。ごっついインパクトのあるこちらの木、物件資料によりますと、梅だそうです。シンボルツリーっていいですね。季節のイベントではデコレーションとかするんでしょうか。将軍様のベンチ。この壁は何でしょう？なんか隙間が空いてますね。わからん。木に合わせてくり抜かれたウッドデッキ。1階は4ブロックありましたが、ワンルームになっており、この間取りを何と呼べばよいのか全く思いつきません。ということで、以上が1階でした。改めて玄関側を見ると、ものすごい奥行きです。玄関から将軍様のベンチまで約18メートル。これなら敵に攻め込まれても安心です。逆に言うと、ベンチでくつろいでる時に来客があったら18メートルダッシュが必要です。それでは2階を見ていきましょう。お、2階も大胆にワンルーム。だけど、無限城スタイルは健在です。この空間は何でしょうか？床にスリットが入っていて、手すりは金網。道路側で窓が大きいので、開放感ある空間です。これは何だろうと思って、間取り図を見ると、ワークスペースと書いてありました。確かにここで仕事したら気持ち良さそうだし、秘密基地っぽいから子供にも人気がありそう。こちらは、トイレ2号。では部屋の方を見ていきましょう。1階と同じく 7.5 畳のスペースで緩く区切られていますが、違うのは天井が抜けていること。なので天井高があってかなり明るいですね。あとは壁が片側だけなので柱の部分で壁を作れば個室と通路を作ることもできそう。ブロックが3つあって一番奥は水回りになっています。洗面台のこのポジショニング、めちゃめちゃ珍しいです。朝起きて、大きな窓に面して顔を洗うのは気持ちよさそう。そしてこちらに埋め込まれているのが透明なバスルーム。実際住むとカーテンとかを設置するんでしょうが、かっこよくて開放感があるこの状態、最高ですね。浴槽は大きめです。そして僕の大好きな風呂窓、
当然のごとくカーテンを閉めてみるのは忘れましたが、ロールスクリーンらしきものもついています。最後に、2階のテラスです。いい、めっちゃいい、済ませて。テラスが2つもあっていいな。水道あり、電源あり。プライバシー確保されたベンチあり。晴れた日はクッション敷いて、ここでゴロゴロしていたいな。テラスとしてのスペックは申し分ないですね。春にはピンク色になるんでしょうか。ということで、以上がこの現代風無限城の全容です。いかがでしたでしょうか。部屋のブロックがありすぎて、何部屋ありましたっけという状態で間取りの呼び方も悩ましいところです。無限 LDK とでも名付けたいですが、間取り図で確認してみましょう。こちらが間取りです。うん。2LDK。すいません。無限 LDK ではなかったです。間仕切りを作れば 2LDK にできる素材ですね。現状としては個室になっていないので、2LDK にできるワンルームというか。なんて呼んだらいいとや？ポテンシャル 2LDK とでも呼んでおきましょう。知らんけど。むしろ、本気出して個室を作りまくれば、5LDK くらいまではぶっ込めそうです。あ、そういえばそんな妄想のお助けになる資料がありました。2階を間仕切るバリエーションを見てみましょう。2LDK にしたバージョンがこちら。ファミリー向けでしょうか。贅沢な 1LDK がこちら。夫婦、カップル向けのゴージャス仕様ですね。最後に、3LDK がこちら。これでも十分ゆとりはあります。ということで、あの門型の壁は家族構成の変化に応じて間仕切りを変えていくのに役立つ設計だったんですね。いやー、そんなことだろうとは思ってたんですよ。いやー、あなた無限城って浮かれとったろうが、大体無限城は奥行きじゃなくて回転やろうもん。鬼滅の刃関連の検索ワードに引っかかって動画見てもらいたい魂胆が丸バレたい。なんてコメントが来ないことを切実に祈ります。はい、お詫びと言ってはなんですが、この家の改装前の写真をご紹介いたします。外観がこちら。なんということでしょう。面影が一切ありません。そしてこちらが、旧無限城、ではなく旧リビング。面影あるねー。リノベーション工事中に、内装を解体した跡がこちら。なんということでしょう。壁と柱を残して、ほぼ骨組み状態。ここから内装を作っていった形がこちら。リノベーション物件はたくさんありますが、戸建てで、しかもここまでしっかり改装しているのは珍しいですね。個人的には、背伸びしても買えないどころか、ジャンプしても玄関とキッチン部分くらいしか買えない物件ですが、カスタム可能な間取りを妄想するのが楽しい内見でした。次回も変わった物件の内見をしていきますよ。お楽しみに。チャンネル登録してね。してね。高評価もしてね。